よし、じゃあ距離飛ばそう思ったらベッ振ってまう。でもね、振ったら振ったらやっぱ飛べ。なので、はい、振らないようにね。これドライビングアイアン、これ長さは普通にここで、うん、長さはこれ見てください。すごい、はい、ドライバーよりも長いですね。50インチぐらいあります。意外こうなる割と、やばいやばい、これ早く振れる？え、無理無理やろ。はい、多分背骨バキバキ、はい、バキバキ、なかなかちょっとこれ当たらへん。さあ行ってみよう。うまい、当たった。おお、もう一球。よし、あー、だからいい、ほなもうよいしょ。ほんならね、同じようにちょっと打ってって。いや、めっちゃ軽い。軽くなりました。はい、ほな、それを、バシッと振るんじゃなくて、さっきみたいな感じで。おー、飛ぶやん。だから、重たいな、クラブでこう、ヘッドスピードを出そうと思って、ピュッ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 振るやろ。あれ、間違いない。重たいのを重たいっていうだけで、飛ぶわけやから。重たいのをビュッとこう振った感じで、軽いいつものクラブを振るとやな、いける。そう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 、でも全然違う。ちょっとそれはやっぱり軽い分だけヒュッとこう来てもらうから、もうちょっとボールよりもちょっと右側、そうそう、タイのその辺を怨念だね。怨念だね。どうしとんな。これはいいや。これはいいや。OK。やりたい人。よっしゃ。はい。